そう、今日リバーブの消し方がよくわかんないんだよね、それ。昨日なんかのイベントだったのか、うん、昨日のイベントだね。リバーブっていうか、ディレイがかかってるから。どこいじればいいのかわかんないんだな、それ。あ、これ、なんか、うん、この辺だよね。どれどれか。一応全部フラットにしておけば。あ、こういうの、こう変えたらいいんじゃないですか。うん。ね。は、いじったのどこら辺。は。今ね、この辺、この辺。うん、その辺です。この辺です、この辺です。この辺です。あ、そこら辺か。これがね、結構。ヘッドがなんかかかってるんですけど、なんかあとね、下の方のやつも一応ミキサーで、ただね、それオフにするとね、全く音出なくなって、あれと思ってるんですこっちの下の、こっちの段も、まあ、これどうですか今出して、あのライブ配信を始めた瞬間にこのことをボーカルチェックという下でやってる人もいるんだよね、ここら辺のつまみ、うん、で、は、オッケーです。オッケーです。それだ。は、ありがとうございます。は、は、は。急になんか、うん、治った。急に突き抜ける感じになりましたね。突き抜ける感じになった。アスカちゃん、ロック居酒屋第13回へようこそ、ありがとうございます。イエーイ。この前の土曜日に1周年企画の番外編で、居酒屋アットジョルノが、まあ、つい最近やったばかりで、なんかほとぼりもっていうか、そのなんか楽しさみたいなのが冷めてない中での、13夜の、開催となります。すごいなんか猛暑日、今みんなで話したけどすごい猛暑日の日で、そう、インスタグラム配信のもやってますんで、あとサルちゃん、小平サルさんが YouTube にも上げてくれるんで、その動画で見ている皆さんも、そう、夏バテ大丈夫でしょうかね。で、13夜のじゃあ、メニューを紹介するんですが、いつものようにオープニングで秋狼に、登場していただきたいと思います。秋狼です。イエーイ。ちゃん入ってないですね。入ってないですね。やります、やります。あ、すいません。あ、まあ、これ回すんじゃない。で、このあれ、この7月で、ちょうどぴったり始まったのが7月なんで、ね、これでもうぴったり1年だよね、ってことになるんですね。どうですかね。早かった。早かったね。なんか俺もなんかあっという間だったなって感じですね。もう1年経ったんだっていう。でもここにいるメンバーの人たち、宮島さんっていつぐらい、ね、多分今回4回目とか、4回目ですか、すごい昔からなんかいるから、ね、なんか馴染んでる。それ以外のメンバーが多分最初からって感じですよね。最初出たような気がする、ね、すいません、ずうずうしくて。あ、で今日のじゃあメニューをお願いします。イエイ。ついに収穫時期に入り、今日もナスをさっき畑でちゃんと取ってきて、美味しかった。さっき取ったナスなんだ。そう、さっき取った。素晴らしい。ナスいいよね。取れたてのナスってことですね。それがロックカレー。他のジャガイモとか玉ねぎも全部畑のやつなので。そうか。味にちょっと一体感出るかなって感じ。あ、それロックカレーの産地だよ。産地だよ。ロックカレー。ロックカレー。ロックカレーだね。バーガーは今日チーズバーガーなんだけど、中のハンバーグの中に入ってる玉ねぎもその玉ねぎ、やったほうほう、で、ロックシューマイの玉ねぎも、ああ、そっかそっか、玉ねぎをいっぱい使いました。そして疲れに効く飲み物、そう、すごい疲れに効く、まず、パープルレインがこれです ね、パープルレイン、これは赤じそのジュースで、その赤じそがなんか無農薬っていう情報があったけども、それは畑の、あ、それは近所の人からもらった、あ、畑にもいっぱいあるんだけど、すごいね、もう盛りだくさんってことですね。俺もたまにスーパーで赤じそ買うんですよ、最近
意外とね、意外とそんな、そんな安くもなくなってる、最近は。確かにね。すごい大量にもう、どうしようっていうぐらいだから、もう全部鍋の中にぶち込んで。いやでもこう、すごいいいんですよね、夏のこの赤じそって、すごい実は効くんだと思います。どうやって食べてんの？そのおかみちゃんに、あの、聞いたんですよ。その凝縮してすごい煮込んで、それで砂糖で煮込むとその腐らないじゃないですか。だからその砂糖をいっぱい入れて、でそのシロップみたいな感じにして作っておけば1年持つ。1年持つんだ。それを例えば炭酸とかに混ぜたりとか、その焼酎で割ったりとか、とにかく何でも美味しいんですよ。でそれを実際その夏場に、その俺結構野外の仕事とかなんで、本当に疲れた時とかって何が効くんだろうってなった時に、もう俺の経験上、その梅干しとシソってすごい効くんですよ。それ以外チョコレートとかいろいろ試したけど、本当に暑い時はチョコレートダメだった。あそう溶けるしね。そう、溶けるしね、本当最近。でですね、もう一個梅干しサワーがね。その梅干しの説明をいただいてもよろしいでしょうか。梅干し、和歌山県産の 4L っていうサイズの大粒の、超 OL のサイズ、あのいろいろランクがある。 4L が多分一番大きいんじゃない、見たことない、それ以上。いただきました。いただきました。それ今入ってます。もうね、種しか入ってます。今もう種です、もう種です。その和歌山県産の梅干しで、しかもその100年経っても腐らないという、あの塩分量で、塩分量で素晴らしい、素晴らしい、すごいことになって。それが今日の、まあ、メインメニューということですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエイ。あ、休館でした。イエイ。はははははへへはは、それでこんなもんですか。はははでは、オープンマイクじゃあ始めていきたいと思います。一発目は、オープンマイク、進行ホスト役の石器シーンからつないでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。イエイ。ガッキーとね、岡ちゃんが見てる。あ、ありがとう。ガッキー、大丈夫？そう。俺まだメッセージ送ってないけど、ガッキーちょっと今、体調がちょっと今思わしくなく、うん。想像できないよね、体調悪いところはね。お酒飲みすぎたところしか想像できないけど、その体調が悪いっていう。でも本人すごく悔しがってたんで、でも、待ってるから。8月ね、8月、9月と。はいはい、次8月ですよ。そう、8月なんですよ。東京に出てきたのが、俺は2005年ぐらいなんですけど、結構だからもう前で、そのこの間そのジョルノに行った時の近くにあるその都庁前通りっていうところがあって、で当時ママチャリでよく東京中を走ってて、来たばっかりの頃で、都庁前通りを走った時にママチャリで、夕方だったんかな、あれなんて東京ってすごいんだろうって、その時来たばっかりだから思って、でそれは多分まだ20代の後半ぐらいの時だったんですけど、だからなんだろうな、その東京がちょっとキラキラして見えてたんですよね。でなんか今日ラジオ聞いてて、ラジオ そのリスナーの人がなんか最近なんか世の中がキラキラして見えなくなりましたみたいな、なんかそういうのが来てて、その人はまあ恋愛絡みのことだったんだけど、でそれはその答える側がまあいろんなことをその深く見えるようになったから、いろいろまあ深読みしちゃって、まあいろんな意味で視野が広くなったって意味ではいいんじゃないですか。でもまた多分キラキラ見えることにもうきっとまたすぐ来ますよみたいなことを言ったときに、俺結構なんか自分自身に当てはめてみて、あ、なるほどね、そう、東京に対する見方みたいなのが確かにずっとなんか東京にいると変わってきたりとかしてるのかなとも思うし、でもなんかその明らかにその東京に出てきたばっかりの人とかっていうのもなんか結構見てわかるじゃないですか、長くいると、うん、だからその、まあ、20代ぐらいの人なんかな、うん、
できたばっかなのかなみたいな風に見えて、なんか自分を重ねたりする時とかもあって、でそのなんかなんだろうな、ついコロナ禍になる前まではその昔の自分の歌とか歌うことに全く抵抗なかったんだけど、コロナ禍になって何かが多分自分の中で変わったなと思うんですけど、すごい昔の歌歌った時に一回恥ずかしかった時があったんですよ。 あれ俺すげえキラキラした歌を今歌ってんのって、なんか自分自身でちょっと自覚した時があって、ああそこら辺でちょっと変わったのかなみたいな感じのことを思って、で今から歌う歌はあの新宿っていう街がすごく輝いて見えた、別に今輝いてないって言ってるわけじゃないんだけど、多分捉え方がちょっと違かった頃に作った曲で、ね、今なんか自分の曲として聴くのはまたなんか他人が作ったみたいな感じで面白いなとは思うんですけど、そんなザ・そのメトロポリスっていう名前の曲なんだけど、はい、そんな曲を言ってみたいと思います。Peace out.
ープルレイン。それであの、はい、スーパーなんかに行くとあのほおずきとかあの 花束が売ってて、あそうか東京って今がお盆なんだなって思って、7月15かな15、もともとが多分そうそう、で本当はそっちが本当なんですけどね、であそっか今お盆の時期なんだなって思って、でまあそのおかみさんは今回はまあ結構その畑で収穫も忙しい時期で、もともと多分でその地方はその畑で忙しいからその8月にお盆をずらしたって話があって、でその首都圏とかっていうのはその畑の影響がないんでその7月のままって話がなんかあるらしいんですけど、あそうだお盆かってなった時に俺は考えたんですよ、お盆っぽいのってなんだろう、盆踊りだなって思って盆踊りの歌で、で夏祭りっていうと俺盆踊りなんですよね俺の中で、で栃木であのその自分の地元にいた時にその盆踊りという歌ですごく覚えてる歌があって、あの自分がその卒業した幼稚園がその近くにあったんですよね、あのその少年時代に、で夏になるとその幼稚園で盆踊り大会開いて盆踊りの声がなんかエコーに乗って聞こえてくるんですよ、うちの方まで、そうするとそのね、親とかにもちょっと焼きそば買ってこいって言って金渡されてちょっと焼きそば買ってこいやみたいな感じで OK みたいな感じで、それがやっぱ楽しくて、で行くとなんかその子供の仲間たちがいっぱいいるし、みんなかき氷とか食べてさ、ああいう方でそれがねすごい楽しくて、その楽しい思い出としてやっぱなんかその盆踊りっていうのが俺の中ではありまして、でなんかあの自分の頭の中でずっと残っているその歌がなんていう歌なんかは分かんなかったんですよね、ずっと。そしたら宇都宮の歌じゃなくて日光の歌で、あの日光わらく踊りっていう歌だったんですよ、でそれを今日ちょっとやってみようと思います。皆さん誰も知らない曲だと思うんですけどあの日光わらく踊りって曲を楽しんでください。
日以降も和楽踊りでした。ありがとうございました。イエーイ。じゃあ、あと1曲、お届けしようと思います。もう一回1周年1周回ってまたスタートってことで夏町ブルースって曲をお届けして、おちゃるとおかみの7月はパラダイス。違う違う、バタバタ、ごめんなさい。バラとパラダイスじゃなくてバタバタね、バタバタ。あとジャマイカ語でありがとう、イナフリスペクト、ナフリスペクト、いうらしいです。では暑い日が続いてますが、お互い夏バテに気をつけていきましょう。ちょっとだるい顔でほらなんだか歩いてるよ。東京夏町ブルース、 Let's get a friend jam tonight。 今日の疲れは全部ここに置いてくぜ。いろんな仕事着の人たち、夕暮れ商店街酒場通り、どっか帰りに一杯軽く引っかかってこうか。今日は街角ブルース、 Let's get a prize be up tonight。 キンキンに汗かくジョッキ、合わせパッと行こう。不倫ほろ酔いブルースと思い浮かべた、あの人やあの人は元気にしてるかな。日差しにも負けないそのスマイル、アイスクリームも溶けちゃうよ。君はどんなドラマ抱え、どんなお家に持ち帰るの。東京夏町ブルース、 Let's get a friend jam tonight。 いきなりロックでも聞いて、明日も頑張ろう。東京夏町ブルース、見上げる空には懐
かしい昨日も笑いこの身に生きてるよ。東京夏町ブルースレッサーキッティジャムトゥデイ分かっちゃいるけれどそう一度きりのエブリデイ東京夏町ブルース気楽にジャンブローぜ。第13夜楽しんでいきましょう。どうもありがとうございました。Thank you。 じゃあサルちゃんよろしく。